ユージボコの姉さん、サウナ帰りのジーコサンキビチャンネルです。今日はね、今ね、サウナに行って戻ってきました。サウナというか温泉ね、うちの近くにある温泉、1回入浴料300円、源泉かけ流し、サウナ付き温泉っていうのがあって、今ね、そこから入って、帰ってきました。まだ昼なんだけど、まあ、あえて昼に行って、というのは、やっぱりちょっと夜だとね、すごく混雑するんで、今昼間に行って、まあ人があんまりいない時間にサウナにこうゆっくり入ろうかなと思って今行って戻ってきました。今日はサウナについてというか今日のお風呂の体験について話すだけです。ちょっとまだ水飲んでないんで出てからちょっとこの、アイスロック食べながらにしようと思います。いやーな今までね温泉は好きでよく行ってたんだけどサウナってなんだろう、大人になってから行ったことがなくって子供の頃はなんだろうやっぱ興味というか好奇心がすごいあるからサウナ入ったりとか水風呂試したりとかなんか薬草湯みたいなやつ入ったりとかいろいろやったけどなんか大人になってからこうめっきりサウナもそういう、なんか電気とかあんまりやってなかったんだけどいや、サウナ、すごいね。なんかでもまだ体が多分慣れてないんだろうな。一応ね、乾燥だけど、やっぱ出た乾燥すごい気持ちいいわ。今日やった、こなしたのは、サウナ、結構暑いんじゃないかな、正直。わかんない。サウナの何がどれぐらいが暑いのかっていうのはちょっとよくわかんない。まだ汗ずっと出てるからね。今、風呂入ってから今、スーパー2軒寄って帰ってきて、今だから、それでもちょっと汗がまだ出るぐらいなんだけど、まず1回目12分入るといいっていうのがなんか適当にインターネットで探したら出てきてあじゃあ12分入っちゃおっかなと思って12分頑張ろうと思ったんだけど10分ぐらいが限界でした。もうなんかああ無理だと思ってで出てで水風呂に入ってなんかやっぱまあ健康状態だったら別に水に入ってもその心臓麻痺とか発作は起こさないっていう風にみたいなんだけどでもやっぱちょっと怖いから足だけ入って ももの辺りまで入ってあーってやったらちょっと気持ちよかったね。であと水ちょっとかけたりとかあとは水の冷水シャワーがあったから冷水シャワーを浴びてこうなんていうか暑さを和らげるというかっていうのでまず1セットまあ出てる時間はどうだろう5分ぐらいだったかなそんな多分長く出てなかった気がするでまたある程度こう冷めてきたなと冷えてきていい感じになってきたなってなってもう一回入ったんだけどもうね、6分くらいかな。で、アウトだね。もう無理だと思ってすぐ出ました。サウナ暑いよ。至極当たり前のこと言ってますが、サウナこんな暑いんだなと。やっぱ行ったね、いっぱい他にも。やっぱ農業が盛んな町だから、今住んでる町がね。こうやっぱ仕事帰りにやっぱり来て、らっしゃる方がね、結構たくさんいる感じだね。いやー、この、なんだろうね、本当に、まあ、寒さをしのぐっていう目的でもそうだし、疲れを癒すっていう意味でも、いや、この街と多分温泉はやっぱりね、切り離せない、多分密接な関係があるんじゃないのかなと、これ冗談抜きでね、本当になんかこう思い始めました。いやーすごい良かったわ。まだまだ、こうね、こう全国のサウナファンたちからしたら、まだまだ、まあ初心者さん始めたねぐらいだと思うんだけど。次回もう一回行って入ってみよう。まあサウナ入って別にね、こう追加料金かかるわけでも別にないし、300円だし、サウナ入って、で、出て、水入って。でさ、水風呂があるんだけど、なんかね、わかんない。他の人見てたら、水風呂に出てくる、なんていうの、バーって出てるとこあるんだけど、そこから直接水飲んでる人とかいたんだけど、あれ大丈夫なのかな？まあ、ちょっと聞いてみるかな。水飲むとこないんだよね。だから、サウナがすごい気持ちいいのはわかるし、こう出たり入ったりっていうのがいいのも、まあまあ、そうだろうなとは思うんだけど、水ってやっぱ必要じゃん。多分水すげえ出る。汗がバーバー出るから。だから水風呂と、あと、
ね、やっぱ浴槽に溜まってるやつはやっぱりね、そんな綺麗じゃないというか、よくはないだろうけど、出てきたやつはいいのかとかね、多分場所によって違うと思うんでね、今度行ったらね、あんまり良くないとは思うけど飲めますみたいな感じの話を受けるのかな、ちょっと分かんないけど、ちょっと今度聞いてみようと思います。まあでも飲んでる人がいるんだったらまあ大丈夫だよね。いやー、サンセットやる予定だったんだけどな。で、何がね、ダメだったかっていうと、多分これ本当に体の症状としては多分おそらく良くないとは思うんだけど、なんだろう、こう両手のこの末端、指のあたりからまあ肘から先にかけてぐらいがこうなんかビリビリする感覚、ちょっと軽くしびれるなーみたいな感覚があったんで、多分これ良くないだろうなと思って終わりにしました。最初の10分入った時もなんかちょっとビリビリするなーと思って、まあ水風呂も気持ちよかったけど、徐々に慣れんのはね、暑かったなぁ。その温風がこう来ないところを避けて座ってたんだけど、いやぁ暑かった。なんとなんだろうな、それちょっと、まあインターネットでもウェブサイトとかないんだよね、だから現地で聞き込みをするのが一番早いね。まあせっかくこんな近くに住んでるから、実際行った時にこれ何度ぐらいなんですかって話をちょっと聞いてみよう。多分サウナとか、まあ温泉のお湯もそうだけど、多分このなんかその施設によって全然設定って違うと思うから、そのあたりちょっとね聞いてみよう。自分の中ではすげえ熱いなと思って周りの人たちもね、どうだろう、同じぐらい10分、最初10分入ろうと思って10分ぐらいでこう、自分が後から他に2人入ってて、で後から追いかけて自分が入って、出たの自分が最後だったから、まあ、みんなでもやっぱりそれぐらい短時間ぐらいでやっぱ回すのかね。サウナってそもそもまあそんなにわかんないけど、1セットがどれぐらい取るのが一般的かちょっとわかんないけど、まあ、それたまたま見たウェブサイトは12分って書いてあったから、それトライしようとしたけど、それもしかしたら結構きついのかもな。いやー、いいなー。なるほど、この町のね良さは温泉だね、とかってこんな早く結論出しちゃダメだけど、でも温泉はすごいよ。あの温泉の温度調整って、まあ、今回というかいつかね、取材させてもらおうとは思ってるんだけど、面白いよね、この温度調整の仕組みが面白い。今までやっぱり自分が行ってた温泉ってもうすでに調整済みのお湯のね、なんか温泉とか多いから、その一つのなんていうか蛇口みたいなのがバーバーバーって出ててどこも一緒だなみたいな感じだったんだけど、この湯量で調整するんだよね。でお風呂でかいのがポンって真ん中にあって、で1、2、3って3つあるんだけど、で浴槽が小さいところに対して、通常の量というか普通のな量を出してるところが一番熱くて、で大きめの浴槽に対してその小さめと同じぐらいのその水量があるところだと、やっぱり結局水が自然に冷めるから、その浴槽が大きい方が全体として温度が下がる、だから小さい浴槽の方が温度が上がってるみたいな、なんかそういうね風にうまいこと、うまい原理でちょっとこうちょい、まあ普通厚めぬるめってのもあったかな、わかんないけど、だからその湯量を調整することによって熱さをコントロールするというね、ああそういう仕組みなんだなと思って、いや非常にいいですね、この温泉という資源はすごいね。今でやっぱ温泉行くって言ったら車走ってまあ40分走ってようやく源泉かけ流しじゃないだいぶ薄めてあるみたいなそういう温泉入ってたんだけど、やっぱここすげえわ。車で4分料金は全部込みで300円。いやすごいわ。まあ10回回数券が11回回数券かよくある、10回分のお金すなわち3000円を払うことによって11枚分の券がもらえるってやつがあるから、それ次買います。なんかもう自分のね決まった温泉ここだっていうのが、
まあ家から近いっていうのが一番の理由なんだけど、もうここに決まったんで、あの回数券買おうと思います。でそこの温泉がいいのは、ちなみに今私温泉4つ行ったんですよ。もうすでに4つ、この町の中でも4つもそうだね、4つ、そうだね、4つ行った。で、やっぱそれぞれ違いが若干あって、でも料金は一律300円かな、今のところ。だいたい全部300円。で、ドライヤーがね、その、課金制、まあ、1分10円、5分10円かなっていうところがね、多い中、今から、ね、今自分が通ってるところはね、ドライヤーは自由に使える。まあまあドライヤー使ってる人なんて、まあ、ほとんどいないんだけど、でもまだね、これぐらいの長さでも一応ドライヤーで乾かした方が、乾きもいいからね。ドライヤーもタダで使えるし、風呂場は広いし、サウナは暑いし、暑いや、歌声優とかもあるんだけど、いやー、すごいね。いやー、これはすごいかもしれない。ああちなみにアルカリ泉ベイハーで言うといくつくらいですかね、 8.7 とかそれぐらいだったような気がするけど、ちょっとこうぬるっとした、ぬめ、ぬるっ、そうだな、ぬるっとしたお湯で、で効能は疲労回復と、あとはなんかうつ病対策とかって書いてあったかな、うつ病とかにも効くらしい。ちょっと最近気分も落ちてきたんで、温泉に通って治療するか。そんな重たい話ではないし、そんなにそういう効果を求めて来られてもって感じだろうと思うけど、いやでもこれはね、人生における幸福度の上げ方がやっぱり半端じゃないね。あの QOL クオリティオブライフっていうものがね、グイグイ上がるのをね感じてます。やっぱ温泉ってすごいね、こういう資源があるっていうのはすごいなぁ。うん、やっぱり他にはこうやっぱ農家の方が多いのかな。ちょっと今日もまだそんな仕事が終わるような時間じゃないんだけど、よくある普通のあのお仕事だと5時前だったから、でも結構やっぱ若い人とかでもやっぱ来てる人いたね。やっぱまあ仕事を終えて来るみたいな感じなんかな。まあ、そんなところでちょっと今日は温泉だけについて語りました。まあ次回またもうちょっとね、サウナは何分何セットがいいかもうちょっと考える。10分最初の時もう腕がちょっともうああおかしいってなっちゃったから、このまま行くとやばそうっていうのと、あとはだからサウナのセットの考えるの、水が飲めるかっていうことの確認かな。あと温度とかも聞けたら聞くと、いうくらいです。またね、いずれ、ちょっとまだ今回は、その、他の人もいるし、当然だけど、中なんて当たり前だけど、今撮れないんだけど、まあ、いずれね、どっかのタイミングで、営業時間前になんとかお願いできないですかっていう話をするとか、営業時間後に、ちょっとお願いできませんかっていう話をするかなと。まあ、ちょっと先になると思うけどね、またそういうこともね、やっていこうというふうに思います。じゃあ、今日はこんなところで、皆さん元気で。